奈緒あ,あんたが一人目やで奈緒ちゃん鳥さん奈緒ちゃんが一人目やったで <laughs> ゴルランニット帽 鳥住さん私の友達が見に来てます鳥住さん鳥住さんは最近ね舞台の稽古やら何やらですごい大変そうです15日連続でやってたのに途切れちゃってごめんね今日なんか。 ちょっとあまり最近寝れてなくて顔がすごいむくんでて <laughs> すごい顔してやほやほーそうずっとね連続して配信してたんだけどそうあの SK がさダンスバトルの番組やっててダンスチャンネルのそうそれの収録があってすごいちょっとせっぱ詰まってて。 ショールームのことすごい忘れちゃっててさ連続記録切れちゃったんだあっ真希子も配信してたんだあそうイエイランランとなおちゃんのコンビ面白くて好きだってまだなおいいのかな「奈緒丸お腹空いたからダーラーメン出前しよう」だってまた 夜中にしてよラーメンは <laughs> 夜中に食べるから美味しいんじゃんラーメンはいるでだってじゃあ私の配信を食べながらあ見ながら私の配信を食べながらじゃなくて私の配信を見ながらラーメンを食べてくださいしっかりスープまで飲んでね <laughs> そのニット帽を持ってるよだってイエーイでてかさ私さっきな なおがさラーメン食べたいって言う前にさなんと私カップラーメン買っちゃったんですよね夜中に出前するって思ってたらさカップラーメン買わなかったのにしっかり米と汁までちゃうね最後ね麺がなくなった後米入れてねおじやみたいにしてねわかるよ 今日はね、久しぶりにショールームやったから、あんだけ毎日やってると、毎日やることに、みんなが楽しみになって、待っててくれた人もいると思うんだけど、ごめんね、久しぶりになっちゃって。すごい、唇の色がない <laughs>。ビッグ T シャツ注文したようだって。ありがとうエリシさん。そうなの、ゴルランでね、ストリートラインっていう、なんかストリ、ストリートっぽい、 ゴルフウェアしかりあの日常アイテムも出してるんだけどあのストリートラインも初めて販売させていただいていてビッグ T シャツってゆるっと着れる M サイズからなんだけど M でも私結構大きいかなすごいビッグシルエットのそうを販売させてもらってるんだけどそう今日その撮影してきたから早くみんなに写真をねはい見せたいなと思っててで今日はこれ着てる。 めちゃくちゃ気持ちいいこの T シャツすごい気持ちいいんだよねこの T シャツそうミニロゴ刺繍の T シャツですこれねなんと私が赤が好きって言ったもんだから赤が一番最初に早くて <laughs> あと赤の次黄色そうみんなは素直だな優しいのだみんなは そうやっぱりね赤を着るのにはやっぱ勇気がいるって言ってた人がすごく多かったからやっぱねなんかすごい前髪がハゲ散らかるな。やっぱりねこう何て言ったらいいんですか着着たいものを着るが一番ですなんか色とかもちろん自分に似合わないとかやっぱ感じちゃう人はいるかもしれないけど自分が直感で着たいって思うものを着る。 でそれが挑戦だとしたら新しい自分を見つけるために挑戦するみたいなさ私はその挑戦する気持ちをゴルランでやってくれたっていうことがすごく嬉しいですこれはね違うよ黒ブラックですミニロゴ刺繍のブラックティーですに今もうないかもああるかなもうこのニットボー結構早く売れ切れた気がするんですけど それの私がずっと前から持ってるニット帽を合わせてみましたはいビッグ T シャツもブラック着てみたんですけどめちゃくちゃかっこいいですねそうやっと今日着れたので嬉しかったな おーいなおちんいなん亡くなったあいたビッグ T シャツいいねだってなおちんがね鳥隅さん鳥隅なおさんがさ鳥隅なおさんっていう子はね私の大親友であのアイチップメモリーズだっけアイチップメモリーちょっと待って全然わかんないアイチップメモリーメモリーアイチップですか あ、アイチップメモリーですね。っていう、そのアイドルグループに今所属してるんですけど、あのー、彼女が、まあ16歳の時、私も16歳、高校生、高校同級生で、ずっと仲いいんですけど、そうですって、アイドル、あ、もう名前変わったんだ。あ、そうなのアイチップじゃないんだ。あファンス、ファンタスティックビジョン。あ、ファンタスティックビジョンっていうチームになったのか。あ、ごめんごめん。 すぎてごめんね <laughs> あなたとはプライベートでしかほぼ会わないからさまあ彼女がねもともとは舞台とかミュージカルとかやってた子なんだけどまあそこからねいろんな経験を経てアイドルになるかもしれない私っていう相談を受けた時ねいややめとけとアイドルは。 キラキラさせがいだけど辛いこともいっぱいあるぞと。うんもちろんねまあ良くも悪くも自由っていうものがなくなることもあるしやっぱファンの人との距離感とかどれだけ大切にできるかでねやっぱ変わってきたりとかやっぱアイドルっていう職業はあんまり簡単ではないと。 その分叩かれることも多いし自分の自由もなくなることも多いもちろんまあいろいろあるよって私は進めないって最初は話したんだけどでもやっぱり奈緒ちゃんはまあそのアイドルっていう道を進んでねでもある意味ね最初は嫌だったのなんか同じ立場っていうか同じ境遇の中だと喧嘩することも多々あるじゃない。 なんだけど喧嘩ってよりお互いをさらにねこう知り合えたというかお互いをかんなんかただの友達じゃなくてこう仕事としても尊敬し合える仲になったっていうのはすごくよかったなって思ってる。いや土俵とか土俵が違うとかそういう話をしてるんじゃなくて私は。 本当にすごいってなおのこと思ってるし自分に持ってないものを持ってるしだからお互いさ違うじゃん見た目も性格も進むべきことも仕事もお互い違うからだからこうなんか尊敬できる部分も多いしまとえてるしそうそう私より頭柔軟だしね。<laughs> そう アイドルにならない方がいいよっていうね反対を押し切って最初はねちょっと連絡しなくなったりもしたけど今ではねいい仲間ですよ切磋琢磨ですよそうンちゃんさん切磋琢磨きって読むんですよそれ切磋琢磨は切磋琢磨別名切磋琢磨きって言うんですすずらん語だと。 うーんなんかね、わかるんですよ、私たち。あ、相手が今何を思ってるかなとか、言葉にしなくてもなんか感じるんですよ、遠くにいても。なんかね、気で、今日まだ大丈夫みたいな。今日まだ大丈夫みたいな。何がみたいな、来て。なんか、体力的に大丈夫みたいな。大丈夫だよみたいな。あ、おじゅりだ。そう、家族ですね。 こうなんだろう自分のキャパシティここまでは大丈夫だってキャパシティはまだ大丈夫なのかってなんか今日今日なおなんか悩んでそうだなみたいななんかテレパシーみたいな感じるんだよさは <laughs> お樹りちゃん私の恩人お樹りちゃん <laughs> お樹りちゃん寂しくなってショールームしたよ 口の色が全然なくてさ舐めちゃう今ね私の親友もねこのショールームを見に来てて親友との出会いと成り立ちを話してました <laughs> またゲリラで急に始まっちゃったそうだよおじゅりは私の恩人だよ <laughs> いやー本当に 私は周りの人に恵まれてるなと本当に思いますなんでえ恩人えなんでうーんやっぱりねこうお話聞くのも上手こんな時に電池があと10パーとか言われたクソんかね 愛がおじゅりはね愛が深いの本当にすごくまっすぐで気持ちをストレートに言ってくれてかつ私の気持ちもストレートに受け止めてくれて私本当に言葉の引き出しとか語彙力ないんだけどすごく引き出してくれて私の知らない自分の奥底のところまでも引き出してくれて本当に。 ストイックなところもすごく尊敬するしなんかおじるといると元気出るしそうすごく私は助けられているので恩人ですこれからも背中についていきますので私のが年上なのに <laughs> 年上だけど、私のが年上だけど知能とか考え方とかは100倍おじりのが年上なので私は一生懸命引っ張られながら頑張ります <laughs> 褒めても何も出ないぞだって出るよあったかいお茶出して <laughs> ハーブティーよろしく <laughs> あったかいハーブティーが飲みたいですおじりちゃんのあのホッとするお茶 <laughs> 気分が安らぐ でハーブティー出して <laughs> すごい顎の肉が本当にひどいわ血のてんてんてん笑だって本当じゃん私本当おバカさんだからさなんか 本当におバカさんなのよ何も考えれてないし考えたいんだけど答えが出てこなくてだからね本当にみんなには迷惑かけちゃうこと多いしそれでもこうやって「全くすずらんわ何やってんの?」ってついてきてくれる皆さんが本当に大好きだしその度にしっかりしなきゃいけないなって反省しております。 で私ねほんとにやるって決まったら「やる」「やらない」って言ったら「やらない」「好き」って言ったら「好き」「食べたい」と思ったら「食べたい」本当にもうなんかねなんかねなんすかね0が100しかできないこのバカが本当にねだから皆さんにはご迷惑をおかけしてしまうことも多々あるんですがこのストレートで「ちょっと都盲心」でおバカな山内すずらんをこれからもどうぞ。 どうぞどうぞどうかどうかよろしくお願いいたしますあちょっとつもうシは読めるよイノシシとつも進むとは読まない大好きだよだってわしもやんとにかくやってみようっていうよりまあそうだねとにかくやってみようかも やらなきゃ後悔するからや,やっちゃおうみたいな感じ <laughs> 今来ましただっていらっしゃーいすごい予告なしにやっちゃってるのだけども私ね漢字めちゃくちゃ弱いのよほんとに漢字読めなくて書いてみ読めないからコメントでちょうだいマジ読めないから <laughs> 読めるものはもちろんあるよ 黒潮カントリークラブにはもう来ないの行きたいですよ今年も高知県行きたいですよただね、ゴルフ界、本当に今、プレーとかできないので、ツアーもやってないので、行けないかもしれないです。カズさん。なんて読むんだホタテ、ホタテホタテサワヤホタテサワヤ あと、今シロさんが書いてくれてるやつは甘甘編み甘編みかかとをそにして漏らさずです。えっとゆらぎさんゆらぎさんが書いてるやつはえっとあっさっそうって読むんだホタテ爽やかって言ってさ。<laughs> <laughs> 天網開々っていうんだんつった私甘編なんつったかもう言ったこと覚えてないもん読めない感じ本当に読めないだから漢字検定2級の本を買ったんだけど開いてみたら呪文みたいで閉じたよねほらトータは合ってるいたいたた,た,た,たトータは合ってたらしいよ初見さんがいる 初めましてとってもゲリラで始めてしまっているのでゲリラでやめると思いますがたんさんこれやめますよ天ぷらでしょ天ぷら今漢字を読めない漢字が読めないので漢字を書いてくる人がいる初見さんなんだかつらかつらかつら畳カツだみカツだ カツあカツあ違う違う。<laughs> キミッパさん。トラシ、トラシシズシズ。トラシシズシズだね、それ。藤子さん。なんて読むの、それ。アオタンだ、アオタン,オタンダンちゃんさん。それ読めるよ、そばでしょ。アリマスさんのも読める。キリン。アッキーさん。縦横を。縦横を。 むつく縦横むつくですそれは全然ちゃうよ受け <laughs> る「絵画」って読むんだあっ「虎視々」って読むんだ私なんて言ってた?「トラシーあ」もうもうもう覚えてないもん読んだこと縦横むつく。 絨毯って読むんだ、えー、絶対みんなも読めないでしょ絶対読めないよ入れてた入れて漢字に出てきたからそうしてるだけで絶対岡田奈々お推しでもよろしいでしょうかって方「海豚」「海海豚」「海豚」「縦横む,むつく」 さっきもそれいたよ何だったっけ「縦横むつくは」は確か確かなん,なんだったっけそれ有松さん何とかに漏らさずってさっきも書いてきた人いるほら絶対読めないってみんな勝,勝手に入れて出てきたから教えるだけでしょそれみんなもどうせ読めないし書けないんだから。 ラブリーナさんはそれブドウですねブドウです大阪の地名でそれも13でしょ1 3十王無人絶対読めない1王無人読めるわけないじゃんねえ読める自分ができるやつだけにしてよ絶対 <laughs> キミッきみっぱさんそれはねアワビですわ <laughs> 重曹って読めるんだ。十三じゃないんだ。野田っちさん、それはイカです。食べ物は強いですよ。秋田んさん。あ、なんて言うんだっけ、それ。小峠じゃなくて。はずみさき。ほら、アワビ合ってたし。言って、アワビって。これ、ウニですね。信之さん、ウニです。で、マルキングさん、サンマです、それ。 食べ物も詳しい <laughs> 食べの好きだから重曹うたんさんそれブドウですイングリッシュさんマンさんそれんて読むか分かんないなんて読むんだろう将来塩塩塩塩カズさんクジラですそれは。 キミパさんはそれ何甘栗何甘甘甘かん柑橘違うなかん何だそれへえイタコっていうんだイタコっていうことすら知らなかったイタコが何かわかんないまずマルキングさんトマンまんじゅうトマン石まんじゅう違うか <laughs> もとちゃんさんまた焼き違う <laughs> オースカン,ノンえー、それバナナっていうんだバナナはカタカナでしか知らんがなえー、知らなかったですいろいろと知らない十万石十万石まんじゅうっていうんだへえんかすごい黒そううわそれなんて言うんだっけ野田っちさんの一文字のやつ「か」違うな「かか」違うな「とんぼ」違う違うとんぼじゃない ヤゴヤゴじゃないそれはスズランだよアッキーさんスズランですそれはあ英語はね読めないです本当に読めないですよ漢字も読めなければ英語も読めないです何が読めんのって言われたら「ボヒボヒ」です「<laughs> こんばんは」だって

えー、それコツコツって読むんだまた焼きって言ったやつチャーシューだった <laughs> ウケるあジョガンさんわかるよそれホイコーローでしょホイコーローホイコーローさミンそれわかるチンジャーロースそれキリンえっダンちゃんさんそれ小袋違うな,なんだ脱臼違うな北京ダック それも,うもうそれさ、もうダックってついちゃってるからさ、奈緒ちゃん。ダックってついてるから、もう北京しかないのよ。アッキーさん、それ、豚足。ナジュさん、えっ、ー、と、えっ、ー、と、アマド、違う。ゲド、違う。ゲタ、違う。<laughs> サトトモさん、天津飯。天津飯って呼びます、それ。サトチ、何に、サトチの書いてるの、何これ。えー、何これ、わかんない。 もう黒いじゃん画数多くてなんて読むのそれたい焼きかなマルキングさんダシュダシュゴクモンコドーコ会もとちゃん安山子岡田の直しでもよろしいでしょうかはかわぶたかわとんかわ分かったヤバトンだヤバトン白さん牛丼 <laughs> 北京ダックといえばあなたちゃうねん。私はね、北京ダック、本当にちょっとだけ食べたかったから、北京ダックって頼んだの、あの時。でもね、私の頼み方が悪かったのかな。本当に中国人だったじゃない。店員さん。マジで北京ダック1話来たよね。1話来てさ、巻く、あの、柔らかいさ、クレープみたいなやつ、30枚ぐらい来たのよ。ネギも大盛り、タレも大盛り。ね。北京ダック、私はね、 3枚ぐらいでよかったのよ本当に3枚もうちょっと前いて食べたかっただけなのに1は来たから大変だったね本当にあの時できみっぱさんきゅうりでしょそれあスイカだスイカスイカでリトルサッチーさん多分それ鮭かな鮭かなさきみんさんごりゅうらんあきたんさんアニ豆腐ですそれあ 海豚ってイルカっていうんだ豚じゃないのにねごま団子。へえちみもりょうちみもりょうって言うんだ意味分かんのそれまんさんそれ胡椒ですりょうたさんの漢字何。何これえわ分かんないサメ 難しいよー小籠包小籠包手羽先顎顎顎顎じゃない当番じゃん海にひょうみたいなやつえな何だろうあ分かったウツボだウツボ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 果物です読めますかなんだこれ えなんだこれ多分だけど多分なんだけど美は <laughs> あええー、川豚ってフグって読むのええー、加藤吉さんそれはね大根って読むんですよ多分あマンゴーって言うんだええー、マンゴーはカタカナでしか見たことないえー、海にひょうてアザラシなんだウツボかと思った 郵龍地山内さんそれユーリンチダンちゃんさんそれ杉山いか杉山いか面白いなョ涼タさんそれね多分だけど西にウリでしょスイカじゃん秋田さんそれレモンもう疲れた感じ漢字漢字の問題疲れた でこのニット帽ってまだ売ってるのあとで確認しようと。w い今日はねずっと配信やってたのに急にやめちゃってみんな寂しいかなって思ったのと私も気分晴らしに。 気分話しにみんなに会いたいと思って始めたんだ今日はーうわけど10回も起きた寝てんのに「<laughs> 会えて嬉しいよ」だって私も嬉しいよ。 これはね、ミニロゴ刺繍ってスイングシリーズのちっちゃい刺繍にした T シャツなんだけど、これめちゃくちゃ着心地いいの。着た人わかると思うんだけど、めちゃくちゃ気持ちいいです、これ。 それめっちゃ気持ちいいよねだってあー共感してくれてる人いたエリチそれ今日届いた水筒と一緒に届いたよええ買い物できたわだってえー、ありがとう嬉しいじゃあおそろっち黒今日すずらんちゃんは黒だよキッキッそれの黄色と白届いたよだってえー、ありがとう いっぱい来て宣伝してねみんな。来たらハッシュタグゴルランね。いいねしに行きます。インスタとツイッターどっちもだよ。どっちもちゃんとチェックしてるよみんな。だってツイートしてくれてる分は嬉しいから。 ビッグ T シャツ買おうかなと考え中。ビッグ T シャツは本当に女の子も男性も本当にサイズ感別にしてシルエットが本当にビッグ T シャツテロってしててゆるっと着れるから本当にどの世代でも楽しめるし、あとめちゃくちゃ大きいからこの際体がとっても大きい方、お腹がとっても出てる方にも着れるサイズ感になってるから安心してほしい。 そうね。お腹も出てるの隠せるし、上がゆるっとしてるから、下はタイトなものとか合わせてあげると、すごく逆三角形のシルエットになって、これも痩せてるように見えたりするの。ビッグティのスズランの着こなしが見たいだって。写真載せるからお待ちを。私が153センチなのね。 でこのちょっとむっちりした体格で M サイズでちょうどいいから大体の女性は M サイズでいいと思う M か L サイズ女性はねだから男性は L から上の方がいいと思ううん女性は M か L でちょうどいいと思うよ私が1 5 3センチだからあのー、なんだろう1 5 3センチでも M サイズで結構大きいしそうそうシルエットがもうでかいから大体女性は M か L でちょうどいいと思うようん もうちえっえ、本当にビッグ T シャツ結構でかいよ XL サイズでマジででかいからあのー、今までにないサイズ感だから結構大きいのでお試しあれって感じですだって M サイズででかいんだよめちゃくちゃそうこれはあのー、M サイズだからぴったりなんだけどあの本当に大きいからねビッグシルエットなんで。 ゴルランでネイビーは初めてかなあネイビー初めてじゃないよネイビーはね、出したことある、まだ。T シャツでネイビー出してる。ネイビーとピンクの。ネイビーのボディーにピンクでゴルランって書いてあるのがあるんだけど、それめちゃくちゃ可愛いですよ。超ラブリーなんだけど、パンツとかでブラックとか逆にホワイトとか合わせると、超かっこいい。新作気になってるようだって。ありがとうございますすいませんどうもです。 カーキか白か白なーってて考えてるカーキがね結構人気であのー、売れ切れれ切か,かもしれない白はねマジで何でも合うから本当におすすめ。ま白と黒は何でも合うしもちろんホワイトはこれからの季節すごい使えるしブラックは本当にねこう体型を隠したりとか私はすごくして体型隠したいから黒好きなんだけど黒ももちろん。 いいし黒だからこそ帽子で遊べたり靴で遊べたりするからでカーキがねすごい人気なのみんなカーキ好きみたい白は腹が出てしまうあのだからねビッグシルエットは本当に大きいのでお腹も隠せますご安心をカーキめっちゃ可愛いよねわかるわかる私も着たけどめっちゃ可愛かったよ早く写真載せたいな ビッグシルエットはね初めてゴルランで作らせてもらったんだけどこう今までねゴルフウェアしっかりアイテムもいっぱい出しながらもやっぱりゴルフをやってない方ってたくさんいる中で私が思うスト,なんかストリートラインというか私服でも着ながらゴルランを楽しめるものっていうものを提供していきたいなとお届けしていきたいなと思っていて。 やっぱ私の好きなものは好きだし作りたいものは作りたいで一緒に楽しいとかおしゃれ共有したいしゴルランのストリートラインとか日常で着れるものから例えばゴルラン好きになってくれてゴルフを一緒に始めたりとかそういう何かにつながっていけばいいなって私服でも私はゴルランを着ていきたいと思ってるので初めて作らせていただきました。そう あ、ゴルランはどこで売ってるかですか今ですね、店舗がな,ないので、オンラインショップで販売のみなんですけど、はい、ゴルランで調べていただけると出てきますので、ぜひぜひ。そう、シルエットが大きいから、ショーパンでもいいし、下にスキンに合わせてあげても可愛いし、そう、めちゃくちゃゆるっとしてるから、食べすぎても気にならない。<laughs> てかさ、私さ、 ね私電池切れそうだわ電池が切れちゃいそうだからまたやるね配信ゴルランはよろちくびあ、よろちくびってったかよろちくび言うてもうたかなゴルランよろしくね <laughs> 電池が切れそうなのでまた SKML しっかり SNS チェックしててください 恥ずかしいやめてようんみんなまたね次はメイクバッチリの時によろしく <laughs> バイビー